回は営業終了後の紀行の海老名店さんにお邪魔しております。今日はですねパチンコ新必殺仕置き人ターボで、はい、大当たり39回を目指しましょう。ちょっと39回無理でしょ。今日は強力な助っ人ですね。助っ人来てる。いますよ。よろしくお願いします。サンキュー。くっふっよーサンキュー。これ来るでしょ。はいどうも。はい行きましょう。ダメ。あゼブラ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 は熱い。だい2位だ。大丈夫ゼブラよ。これはい来ました。サンキューこれ来たんじゃないですか。問答無用問答無用。はいおいサンキュー。おーすげーすごーい。であと36回。はい。あ35回。2位の4なんであと33回。33回。はい遠いなあ。あとおゼブラ。おゼブラゼブラゼブラ見たゼブラ。ゼブラ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 おいゼブラ。はいはい金金金金金はい熱いです。金背景ちょっと待って。ここからカットイン。うわ弱いけどでもゼブラがあるからゼブラよゼブラよ。おーいサンキューサンキュー。やっぱ緑だとな。ちょっとあと5回あと5回。やばいやばいやばい。おいおいほらはいラストラストチャンス。ここでちょっと待って。マジマジちょっとマジ終わった。えマシマシさん嘘でしょ。 OK 終わりました。嘘だ嘘だ。あと33回ぐらいなんだよ。尾形さんのテンションだだ下がりじゃないですか。あと30何回当たらなくちゃいけないの嘘でしょ。やばいやばい。ちょっとダメだタイガーさん。タイガーさん、タイガーさんどっか行っちゃいましたね。どこ行ってんのタイガー。お仕事に戻られちゃいましたね。もう飽きちゃってどっか行ってんじゃん。もう帰っちゃったの。タイガーさん帰っちゃったかも。お、熱い。これは一番熱い人ですけどどうでしょうね。ここで当てられればまだ見えますよ。少なければ少ないほど多分チャンスですね。うわ、ついっしょ。さあ、小笠さんどうでしょう。うわーダメかー。それ痛いっすね、今のは。痛いっすね、じゃないのよ。痛いっすね、なんか。ねえ。リーダー、タイガーさん、どこ行ってんの。あ、ね、タイガーさんいらっしゃったんで、もうダメ使えないです、この二人は。この辺で交代ですか、監督、リーダー。やっぱここのね、店長さん何ね、ビシッとやってもらって、はい、いいですね。そう、アピールになるしね。実は一番引きが強いかもしれないですからね。あと32回32回、16回ずつですね。16回ずつあと30分で16回ずつ。ちょっとね、やっぱり時間概念で、はい、あと30分では難しいですね。難しいですよね。難しいな。じゃあ、もしもタマちゃんが出てきたら、強力のプレミアキャラタマちゃんが出てきたら、10回分にしましょうか。おどうですか。タマちゃんファイトのタマちゃん、タマちゃんファイトのタマちゃんが出てきたら、10回分。これ音捕まえるのが一番大変じゃないですか。 1% ですか。はい、へそ入賞時、多分音つ捕まえると直で ST に入るんですけど、まあ、1% しか確率がないので音つ出たら、はい、もう達成。音つ出たら達成。達成ですね。音つは30ポイントですよ。30ポイント。
30ポイント30ポイント。それなんかちょっとモチベーション上がるわ。あと2回でしょ。そうそうそう、いけそうな気がする。いけそうな気がする、ね、ただ僕夜にですね、深夜に気候なチャンネルというね、この番組が放送されている、生放送の動画をね普段収録してるんですが、はいはいはい、昨日の、総武大展の放送でなんと音つ捕まえてます。1パー引いてますということで、まずタマちゃんが出たら30ポイントです、はい、でゼブラが出たら5ポイント。ゼブラが5ポイント、5ポイント。もうちょっといってもいいんじゃないですか。いや、じゃあプレミアなんか何でもいいんで、プレミアが出たら10ポイントです。わー、プレミア10ポイント、プレミア10ポイント、はい、プレミアキャラが出たら10ポイント。なんかこうプレミア出せる自信がある人とかいないんですか。これはもう今日持ってると。今日はなんか全員打ちましたけど、今のところちょっとパッとしないですね。皆さんね、本当にパッとしないんだよな。パッとしないですね。ちなみに私これプライベートでめちゃめちゃ打ってますんで、おー、めっちゃ詳しいですよ。あー、弱い、ちょっと弱いですね。弱いな。ちょっとやだよ罰ゲーム。おお、アジトゾーンいった。アジトゾーンに行くと 75% ぐらいはありますからね。おお、 75%、 まあまあまあ期待度ありますね。おお、3連23。おお、ちょっと熱そう。真剣入ったら多分当たると思います ね。あ、グンちゃん、これグンは、グン、最後は最後ゼブラだったらよかったんですよね、はい、これグンは、これはプレミアではないですね、今のはね、はい、今一人タマちゃんいないですか、はい、今のは違います。タマちゃんもなんか被ってる。今のはダメですね、ダメです。はい、タマちゃんみたいにいたけどな。タイマーで激震かな。はい、あ、激震。うわー、すげー。この演出今日初めてじゃないですかね。かっこいい、はい、うん、うわうわ、かっこいい。うーわ、これは当たるっしょ。いや、これまさかやっちゃわない。これやっちゃったらもうテンションクビでしょ、これ。自分のお店でさ、これはあるよ。これは来るでしょ、待つ。これはさすがに、あ、いけます。はい、当たりました、おめでとうございます。よしよし、サンキュー、サンキュー、タイガー、タイガー。お、なんだ、お、すげえ。小方さんも熱いんじゃないですか。これ熱いっしょ。たまちゃん、お、なんだ、鉄拳ゾーン、あ、タイマー。お、うわー、熱い。うわー、すげえ。たまちゃん、これ当たるでしょ。当たりますね、これは多分。当たってほしい。ほら、赤。これは外さないよ。はい、ドン。はい、カモン。はい、ありがとうございました。タイガー。尾形さん、ほんと引き強いですね。強いでしょ。当てますね。当てんのよ。ああ、まあ、これで2人ともね、時短に入っていくんで、ここがもう今日のラストジャンプチャンスですね。あ、これはありますよ。ある、ブースト入りましたね。これは行くっしょ。いった、よー、サンキュー、タイガー。すごい、すごい、えらい。最初からタイガー小橋店長だったんじゃないですか、今日は。そうだ、タイガーだったわ。これはリーダーの采配ミスかもしれませんね。そうだよ、あの二人はもう何にもしない。なんかあそこに人いますよ、これ、これ。本当だ、死神がいる。え、死神いる、死神いる、死神いる。本当だ、全然こっから見えなかった。死神いるよ、これプレミアムだろ。これ当たったらプレミアムだよ。死神いるよ。
いるいるいる。フラッシュ来るんじゃないですか。あ、この後これプレミアムじゃない、これプレミアっぽいねえ。プレミアムっぽい。いたもん。死神が40ポイントでしょ。じゃあこれは10ポイント。よし、10ポイント獲得。これは当たりました。おおおおめでとうございます。やるなタイガー。さすがタイガー、見せるね。大勝さんもリーチですね。いやでもね、緑なんです。おーし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 。いやー頼む。やばいやばいやばい。あ、はい、ということでお時間になりましたので本日の指導は終了でございます。うわ、お疲れ様でした。さあさあね、実戦終わりましたけども、お疲れさまでした。ね、お疲れさ。この2人はね、もう何もしてないですかね。2回当てましたね。2回はもうすいません、1回も当てました。何もね、一番喋ってたけども、口ばっか動いてね。いやもうね、あの、ノーサンキュー加藤でいいです。ノーサンキュー加藤。ノーサンキュー加藤でもいいですね、本当に。はい、ということで、ちょっと結果の方をね、はい、私の方から、はい、お伝えしたいと思います。ウォータリング回数合計12回。すごいよこれ。まあまあ、それでもすごいっすね、はい。そしてプレミアポイントで10ポイントということで、合計22ポイントで残念ながら39は届かずということでね。39がさ、おかしいんだって。いやいや、でも岡さんの決め台詞はサンキューだけですよね。ですよね、そういうことですよね。だけどさ、厳しすぎますよね。やっぱね、そこにこだわっていきたいなっていうね、ところはありますからね。俺そんなこだわってないよ。はい、いうことで、達成できなかったということで、うん、本日は罰ゲームやってもらいます。いやいやいや、なんで。と、はい、いうことで、今日用意したのはこちらでございます。でしょうね、これ。もうあったもん。はい、ということで健康マットですね。やっぱ岡さん忙しいと思いますんで。確かに確かに、もうね、健康に気を使ってですね、まあ岡さんあとサッカーが得意ということでね、まあ、健康マットの上でリフティング、いや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 、やってもらいます。いやだよこれ。でもほらやっぱね、罰ゲームですから、これね、達成できればこういうことじゃなかったんですけどね。まあね、まあ、今回は勝負の世界だな。そうですね、どうすか。そうです、そうです。とりあえず乗ってみたらどうですかね、リーダー。うわ、もう、いやもうね、ええ、痛いわこれ。星が痛い、ちょっと待って、星のやつめっちゃ痛いもん。星が痛いです、星が。そう、これはいけるんだよリーダー、ここは気合で。何回、9回じゃあ9回のリフティングを。3回で終わったらもう1回やんなくちゃいけないってことですね。そういうことですね。はい、もう一発でいきますよ。もういきましょう、みんな。リーダー、おー、さすが。リーダー、これはいきますよ。ちょっと待って。行くよ、もう。はい、行きます。1、2、3、4、5。ちょっとこれが。ちょっと待って。痛いわ。リーダー。さあ、2回目のチャレンジ。1、2、3、4、5、6。ちょっと待って、腹立つわこれ。でさ、ここでやんなくちゃいけないから。そうですね、場所がね。そう、狭いですよね。ここ来たらダメじゃん。そうですね。ちょっとこれ一回脱いでいいですか。どうぞ。熱すいません。さあ、小川さん、本気になって一発目の健康マットリフティング。はい、5、6、7、8、おー、やったー。おばさん、どうでした。どうでしたって、何やってんの。こんな夜中の2時ぐらいに、ね、はい、夜中の2時にこれやってるやついないっすよ。世界で誰もいないっすよ。世界おかしいよ。まあでもこれでね、次回のまたね、気合も入ったんじゃないかと。次回もまたあるんで、ね、次回もありますよ。
いやいや、どっちやりたくないですか。いやでもね、はい、これあのクリアすればね、視聴者の方も喜んでくれるし。そうです、ご褒美あるって言いましたもんね。いやもうクリアすればご褒美は用意します。相当なご褒美じゃないとね、これ。そうですね、なるほどなるほど。でもそうやってこっちに期待すると、逆にこっちも期待に応えようと思って罰ゲーム頑張ります。やめてください本当に。いや次頑張りますわ、はい、じゃあ、はい、次はね、ぜひ3級チャレンジ成功できるように、はいはい、頑張っていただければと思います。はい、わかりました。はい、皆さん次回の3級チャレンジでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、3級チャレンジ。